それではお昼を食べてから文化祭の出し物の練習をします。ジャージに着替えて体育館に集合してください。え、待って、ジャージないんだけど。は、忘れたの？いや、絶対持ってきたはずなんだけど。電車は？あ、網棚に入れっぱなしだった。駅行ってくるわ。駅員さん、どうされました？朝電車にジャージを忘れてしまって。あー、1個届いてましたよ。え、本当ですか？本当は終点まで持ってっちゃうんですけど、車掌さんがジャージ見てすぐ気づいてここで降ろしてくれたんですよ。はい、これです。あー、僕のです。ありがとうございます。ラッキーボーイ。すいません、駅員さん。はい。10分の遅延証をもらえます？10分も遅れてないよ、5分でいい。あー、はい。そこ置いてあるから持ってって。ありがとうございます。お前らそれで授業受けられんのか。机に物置いて、服もそこら辺に脱ぎ捨てて。失礼します。入っていいって言ったか。あ、すみません。入る前に言えよ、なんで遅れたかを。電車の遅れで遅刻しました。証明書はこれです。ここまで私に来いよ。なんで先生が取りに行かねえとなんだよ。あ、すみません。だらだら入ってくんな。機嫌悪。それでは福山までの切符です。行ってらっしゃいませ。ありがとうございます。よいしょ。お客様、僕が切符通しますので、お客様はあちらの広い通路を通ってください。あ、助かります。ん？お客様、B 席でよろしいんですか？え？その荷物の量だと網棚にも入らないと思うんですけど。そうなんですか？そんなことを知らなくて。まだ時間ありますね。僕が乗車変更しときますね。本当ですか？一番後ろですと特大荷物スペース付き座席があります。そこでしたらお客様、荷物を置いてゆっくりと乗車できますよ。うわー、本当に助かりました。快適な旅を。え、まもなく和光市駅へ車掌します。ドアが閉まります。え、駆け込み乗車は危険です。おやめください。息切れすごいな。やばい、マスクで呼吸が。こいつ大丈夫か？苦しい。落ち着け、俺。隙間から呼吸を。うるせえな、さっさと降りろよ。え、駆け込み乗車は大変危険です。おやめください。確かに危険だ。おお、え、何？ただいま鹿と衝突しました。鹿に？どういうことだよ。ちょっと車掌さん、鹿に衝突ってどういうことですか？電車が鹿に当たってしまったんです。え？そんなことあるんですか？ここ岩手県の三陸鉄道や田舎の路線ではよくあることですよ。そうなんですか？東京じゃありえないですもん。僕らも当たりたくないんですけど、鹿が増えちゃったのと山が大雪のせいで除雪されてる線路まで降りてきちゃうんですよね。なんかかわいそうですね。はい、線路脇にネットを張ったり特殊な音を出したり対策はしてるんですけど、完全にはなくならないんですよね。そうなんですね。それじゃあ仕方ないですね。座布団一枚。ただいまから切符の拝見をいたします。拝見しますね。はい。なんか不自然な見せ方だな。お客様、一度お預かりしてもよろしいですか？え、あー、はい。やっぱりか。俺も鬼じゃないけどルールだからな。お客様、ごめんなさい、前の定期です。ですよね、1年前に無効になっている定期です。ごめんなさい。分かっててやってたんですか？ごめんなさい、バレないと思って。ではキセル乗車ですので罰金を払っていただきます。今日からちゃんと払います。罰金は許してください。いいえ、ルールですので。いくらですか？乗った区間の往復かける12ヶ月、これの3倍運賃ですので165万です。やべえ、バイト遅れるよ。あ、カキノ、こないだのテスト良かったじゃん。ああ、先生、他の先生もカキノどうしちゃったんだって逆に心配してたぞ。そうっすか。やばい、この先生話長いんだよな。この後は部活か。やばい、家帰ります。ああ、そうか、家の手伝いとかもしろよ。ああ、はい。あっぶねえ、バレるとこだった。いつまでもあると思うな、親と金って知ってるか。やばい、マジでバイト遅れる。ほんじゃ気をつけてな。それなら。はい、ドア閉まります。待ってください。お前、学校行く時より必死だな。バイトなんすよ。バイトやってんのか。鶴橋までで。はい。泉の最寄り駅だ。あれ、この財布、この時計って。泉、あのさ、私たちやっぱりやり直そう。そうしよう。ちゃんと仕事やれよ。うるさいわ。いらっしゃいませ。こ
こちらで拝見しますね。なんでやろ。切符見せてください。あーはい、これです。はい、お預かりします。開いてる蓋を閉めようかな。なんでやねん。これキャップやないですか。間違えました。これです。はい、お預かりします。炒めたところにサロンパス。なんでやねん。これ湿布やないですか。ごめんなさい。これでした。はい、お預かりします。マスタイチさん、いつも見てまーす。せーの。ジップ。なんでやねん。ほな、駅員さん。ジップはええんかい。やっぱ指定席空いてない?うん、満席になってるね。じゃあ自由で。ちょっと待って。どうぞ。え、何これ。エリのためにグリーン席取っといたよ。白石蔵王まで遠いし、くつろいできな。え、惚れちゃう。名古屋行きって次だと6番線ですね。風かバレた。めっちゃダイヤ改正したじゃん。髪も切ってメイクも変えてカラコンも変えた。今は気づいてくれるんだね。ああ、嘘だよ。頑張れ。お、風かもな。それじゃあタクちゃん、また会おうな。うん、またね。電車間に合うかな。え、大丈夫?電車ある?途中までしか行けないかも。じゃあ途中からタクシー使いな。はい、これ。いいの?気をつけて帰りな。ありがとう、好き。金山までください。隣じゃねえか。170円です。